ベイスターズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは打のヒーロー2人、牧秀悟選手、京田陽太選手です。まずは先制タイムリーヒット、そして土壇場9回同点タイムリーツーベースヒットを放った牧秀悟選手です。ありがとうございます。まずは先制タイムリーから、初回ツーアウト二塁、追い込まれてから逆方向へ綺麗にライト前ヒットを弾き返しました。あのタイムリーから振り返っていただけますか。はい、チャンスだったので、追い込まれてしまったんですけど、打つことができて、カジが、ホームに帰ってくれたので、はい、点になってよかったなと思います。そして9回、オースティン選手がつないでツーアウト一塁、相手は守護神ライデル・マルティネス選手でした。どんな意識でバッターボックスに向かったんでしょうか。そうですね、なかなか点取れるピッチャーではなかったので、本当に無我夢中で打ちに行って、TA が、フォアボール選んでくれて、無我夢中で打って、ナオトがあそこからホームに帰ってくれたので、はい、これはチームで取った1点じゃないかなと思います。その無我夢中で打った当たりはライトフェンス直撃、あと少しでホームランという当たりでしたが、感触はどうだったんでしょうか。まずバットに当たったことが嬉しくて、で打球が入れば一番良かったんですけど、ああいう形で点取れたので、はい、もう満足です。さあ、牧選手には後ほど伺います。続きまして、見事サヨナラ打を放ちました京田陽太選手です。サヨナラ打を放ってこの歓声、京田選手いかがでしょう。そうですね、プロ初のサヨナラヒットなので、はい、すごく嬉しいです。はい、プロ初のサヨナラ打の味はいかがですか。そうですね、佐野がつないでくれて、佐野と戸柱さんが、しっかりつないでくれて、なんとかバットに当たればことが起きるなと思って食らいついた結果、はい、いいところに落ちてくれたので、はい、日頃の行いがいいのかなと思います。はい、その食らいついてセンターの前に落ちた瞬間の気持ちというのはどうだったんでしょうか。いや、本当にベンチ見た瞬間、みんながすごい笑顔で飛び出してきてくれたので、はい、最高でした。今日まで横浜スターナイトが行われていましたが、スターナイトは何かが起こる、これでスターナイト10連勝となりました。京田選手、勢いに乗る勝利だったんじゃないでしょうか。そうですね、僕自身こういうすごいかっこいいユニフォームを、着るのが初めてでして、すごいいいなと思います。はい、京田選手もお気に入りのユニフォームでのプレーということですね。はい、さあ、牧選手、チームは9連戦を戦う中で3連勝スタートとなりました。キャプテンから見てこの3連勝スタート、大きな3連勝になったんじゃないでしょうか。はい、今日の試合も含めて、もうピッチャーの方が最少失点で、先発含め中継ぎ抑えの方も粘り強く、投げてくれているおかげで、勝てていると思うので、野手も負けないように、やっていきたいですし、ここから先が大事なので、はい、この勢いを消さないように明日いい準備して、行きたいなと思います。そしてベイスターズは今日勝利を収めて首位ジャイアンツとゲーム差なしまで来ました。そのジャイアンツと明日から3連戦を戦います。お二人それぞれ明日に向けて意気込みを、まず牧選手からお願いします。はい、まだ先とは言ってられないので、明日、まず初戦勝つことがすごく大事ですし、もうチーム全体で勢いに乗っていくしかないと思うので、東京ドームに応援しに来てください。
京田選手からも意気込みをお願いします。はい、目の前の一戦一戦を、一生懸命頑張りますので応援よろしくお願いします。今日のヒーローは牧秀悟選手、そしてサヨナラ打を放った京田陽太選手でした。それでは今日はもちろんプロ初のサヨナラ打を放った京田選手に最後コールを締めていただきます。皆さんもタオルの準備をよろしくお願いします。それではいきます。横浜進化、アイラブ横浜。